マドリードダービーは、スペイン・マドリードに、本拠地を置く、レアル・マドリードとアトレティコ・マドリードのダービーマッチ。エルデルビとしても知られている。これまでに、中央地域選手権、中央連盟カップ、リーグ選手権、スペインカップ、リーグカップ、スペインスーパーカップ、ヨーロッパスーパーカップ、チャンピオンズリーグで対戦してきた。このダービーは、スペインサッカーの歴史上、 公式戦で最も行われた対決であり、サッカーの歴史上最も行われたダービーの一つである。チャンピオンズリーグの決勝では2013から14シーズンと2015から16シーズンの2度対戦しており、チャンピオンズリーグの決勝で行われた唯一のダービーマッチである。同じマドリード州を本拠地とするヘタフェ c F とレガネスの対決は、 サウスマドリードダービーと呼ばれる。ユニフォームマンチェスターダービーで争う二つのクラブのように、マドリードダービーを戦うレアルマドリードとアトレティコマドリードも、伝統的に対照的な個性を持ち互いに、対立している。しかし、他国のダービーマッチに比べて、マドリードダービーは、エルクラシコと同様に政治的な側面が強い。というのも、歴史的にレアルマドリードは、 スペインの支配層に好まれてきたクラブである。フランシスコ・フランコ独裁時代初期に政権側に好まれていたのはアトレティコ・マドリードの方であり、1950年代に政権側の好みがレアル・マドリードに移るまでアトレティコ・マドリードはスペイン空軍と結びつけられていた。しかし国際的に孤立していた当時のスペインでフランコは UEFA チャンピオンズカップのタイトルホルダーである、レアルマドリードを政治的に利用しようとし、ある大臣は、レアルマドリードは我々にとって最高の施設であると発言した。このことから、アトレティコのファンはレアルマドリードに対して、政府のチーム、国の恥というチャントを歌う。アトレティコのファンはより左翼的であり、保守的なレアルマドリードのファンと争っている。 しかし、アトレティコ・マドリードの左翼的思想は、ウルトラス文化の流星によって緩和されているし、マドリードで最も左翼的なクラブは、ラージョ・バジェカーノである。コパデルレー決勝ではこれまでに5回マドリードダービーが行われ、アトレティコの4勝1分である。 1959から60シーズン1960から61シーズン1991から92シーズン2012から13シーズンはアトレティコ・マドリードが1974から75シーズンはレアル・マドリードが PK 戦で勝利して優勝した1985年にはコパデラ・リーガの決勝でマドリードダービーが行われた両クラブが ホームゲームに勝利したが、2試合合計スコアで、レアルマドリードが優勝した。1958から59シーズンの UEFA チャンピオンズカップでは準決勝で、マドリードダービーが行われた。レアルマドリードは、前回大会優勝クラブとして、アトレティコマドリードは、リーガイスパニョーラ2位で、UEFA チャンピオンズカップの出場権を得ていた。 準決勝は2試合合計2から2の同点となったが、サラゴサで行われた、プレイオフに勝利したレアルマドリードが、決勝に進出した。しかし、現行ルールのように、アウェーゴールルールが適用されていれば、勝ち上がっていたのはアトレティコマドリードである。2013から14年度シーズンの UEFA、チャンピオンズリーグ2013から14、決勝戦において、 欧州の国際カップ戦のファイナルとしては、史上初となる、同一地方自治体による、ダービーマッチとして、マドリードダービーが開催されることになった。ただし、決勝戦はあらかじめ開催地のスタジアムが、決定しているため、マドリードではなく、ポルトガルのエスタディオ・ダルスで行われている。試合はアトレティコが1から0とリードして迎えた、後半のアディショナルタイムでレアル・マドリードが、 同点に追いつき、さらに延長戦で、レアルマドリードが3点を追加、4から1で勝利したレアルマドリードが、通算10回目のチャンピオンズリーグ優勝を果たした。2015から16年シーズンの UEFA、チャンピオンズリーグ2015から16決勝戦でも、再び対戦することとなり、1から1となり、延長戦でも決着がつかず、PK 戦の末五から3で、レアルが勝利し、 11回目のチャンピオンズリーグ優勝を果たした。翌2016から17年には準決勝で激突。試合は1勝1敗だったが、合計スコア4から2で上回ったレアルマドリードが決勝進出を決めた。2018年には前年にレアルマドリードが UEFA チャンピオンズリーグ2017から18、アトレティコマドリードが UEFA ヨーロッパリーグ2017から18を制していたため UEFA スーパーカップで対戦することになった。試合は90分を戦って2から2となり延長戦に突入したがアトレティコが2点を勝ち越して4から2で勝利し3度目のスーパーカップ優勝を果たした。レアルマドリードのホームスタジアムであるエスタディオサンティアゴベルナベウは銀行街や高級ビジネス街 エリート層の多いパセオデラ・カステラーナ通りの近くに位置している。一方、アトレティコ・マドリードのホームスタジアムであったエスタディオ・ビセンテ・カルデロンは醸造所やマンサナーレス川などの近くに位置する。その成功の歴史から、レアル・マドリードは富裕層を含む様々な階級のファンに支持されているが、一方のアトレティコ・マドリードは特に市中南部に住む、 労働者階級のファンが多い。ホセ・マルティネス・サンチェスなどが、歴史的に見れば、レアル・マドリードの最大のライバルは、FC ・バルセロナではなくアトレティコ・マドリードと、述べるように、マドリード・ダービーは、エル・クラシコに匹敵する盛り上がりを見せる。2012から13シーズン終了時点で、リーグ戦はレアル・マドリードが23戦負けなしで8、連勝し、 アトレティコ・マドリードは1999から2000シーズンのアウェー戦以来勝利していなかったが2013から14シーズン第7節アウェー戦で1から0の勝利を収めた。前シーズンのコパデルレイ決勝を含めてアトレティコ・マドリードのダービー連勝となった。2014から15シーズンはスーペル・コパデ・エスパーニャとリング戦に加えコパデルレイ、チャンピオンズリーグでも対決し 1>, 1シーズンに計8回もの対戦が実現した。2015から16シーズンはアトレティコの1勝1分に終わったが、アトレティコはサンティアゴベルナベウで勝利を収め、リーガ史上初めてサンティアゴベルナベウで3連勝を飾ったチームとなった。1985年にアトレティコマドリードからレアルマドリードに移籍したウーゴ・サンチェス1990年に、 レアルマドリードからアトレティコマドリードに移籍したベルントシュスター。ありがとうございます。